皆さんこんにちはセゾン情報システムズの早間です本日はお忙しい中ご視聴いただき誠にありがとうございます本日は2024年3月期第2四半期の決算についてご説明いたします本日のアジェンダはご覧の通り3つのパートで構成されていますまずは2024年3月期第2四半期の決算ハイライトをご説明いたします ご覧の通おり、前年と比較して増収減益となりました。増収の主な要因は、ハルフト事業、データプラットフォーム事業、および流通 IT サービス事業が拡大したためです。減益の主な要因は、ハルフト事業が順調に増益となった一方で、流通 IT サービス事業において開発を進めていた一部プロジェクトに高負荷が発生したことにより、 この立て直しに必要な今後の開発コストとして受注損失引当金12億7200万を売上げ減価に計上したためですなお営業利益及び計上利益の減益に加えて第一四半期連結会計期間におけるデータプラットフォーム事業の減損損失等により親会社株主に帰属する四半期純損益は 1400万円の損失となりました続いてはセグメント別の売上高と営業利益ですこれらに関しては次のスライドで詳細をご説明いたします売上高は増収となりましたこれはフィナンシャル IT サービス事業においてマイナス4億7千万となりましたが一方でハルフト事業、データプラットフォーム事業流通 IT サービス事業で それぞれプラス三億六百万円、プラス二億六千万円、プラス一億四千万円となったためです。続いては連結営業利益です。営業利益は減益となりました。これはハルフト事業でプラス二億三千万円。データプラットフォーム事業及び全社費用等でプラス一億六千万円となりましたが。 一方でフィナンシャル IT サービス事業でマイナス2億500万円流通 IT サービス事業でマイナス12億3000万円となったためですなお前期はハルフトスクエアの研究開発費をセグメントに含めない全室や費用にしておりましたが当期からデータプラットフォーム事業に含めていますのでこのブリッジチャートでは前期分もデータプラットフォーム事業に含めて表現しています。続いてが 当社連結売上高の過去10年の推移です2018年3月期に大型システム開発案件が完了しその翌年に売上高は減少しましたが近年は少しずつ売上高も増えてきていますハルフト事業とデータプラットフォーム事業を合わせたものをデータ連携ビジネスと定めておりこれが順調に拡大しています 私たちがかねてより進めている事業シフトが着実に進んでいることがお分かりいただけると思います今後もデータ連携ビジネスを拡大していく方針ですこちらは連結の貸借対照表です流動資産は現金及び預金の増加によりプラス十四億八千万円となりました流動負債は受注損失引当金の計上及び 前受け金の増加等によりプラス二十億円となりました。純資産は配当財源の割当ておよび四半期純損失の計上等によりマイナス六億円となりました。えこちらが、えー、我々が重視している四つの経営指標の状況です。ROE は四点ゼロパーセント、TSR は百六十四点三パーセント、DOE は 10%の目標に対して10.2%自己資本比率は範囲内の62%となりました TSR のベンチマークです評価期間は2019年3月期末を基準として評価していますまた比較対象は GICS 産業グループ約300社になります当社の TSR は業界平均を上回って推移していますこれは 当社も含めた DX に関わる銘柄がコロナ禍を契機に TSR を押し上げたことに加えて我々がかねてより進めている事業シフトが資本市場に評価された結果だと考えていますこの結果に満足せず引き続き資本市場との対話に取り組んでまいります次に当社の戦略とその取り組み状況をご説明いたしますご存知の方もいらっしゃるかと思いますが私たちは 2024年4月1日からセゾンテクノロジーに社名を変更いたしますセゾンの良さと我々自身が培ってきたテクノロジーを掛け合わせて社会やお客様を笑顔にできる会社にしていきたいと考えていますこのために先ほどご説明した通り事業シフトを進めておりますテクノロジーの会社として社会やお客様にどうやって価値を提供するか それを定義したものがこの資料です。まず、ミッションである世界中のデータをつなぎ、誰もがデータを活用できる社会をつくるとアワバリューズを定めています。これらをベースとして、私たちだけではなく、社会全体が継続できるように、サステナビリティ方針を制定し、重要課題として四つのマテリアリティを定めております。 まず、多様な人材による価値創造の促進です。私たちのような IT 企業にとって、最も大切な人に投資を進めていきます。次に、安全・安心なデータ連携により、社会の発展へ貢献としており、これはいわゆる本業に取り組むということです。次は、ガバナンスの透明性・実効性強化です。最後に、私たちだけではなく、 持続可能な社会へ貢献したいという思いを込めて地球環境資源の保全と災害対策強化を設定していますこのミッションサステナビリティ方針を軸として当期の戦略として4つのシフトを定め現在取り組みを進めています4つのシフトの第一は事業シフトです私たちはデータ連携ビジネスの拡大に努めています データ連携ビジネスの売上構成比は、2016年3月期では24%でしたが、足元の2024年3月期、第二四半期時点では52%まで成長できております。今後もこの比率をさらに成長させていきたいと考えています。このデータ連携ビジネス拡大の中心になるのが、2023年2月にリリースしたハルフトスケアです。 ハルフトスクエアをデータ連携プラットフォームとして拡大するため6つのテーマを決めましたこのテーマのもと、さまざまな企業と連携を強化してまいります上半期では、記載させていただいている7社の企業様とプレスリリースを発表させていただきました今後もプラットフォームとしての拡大に取り組んでまいりますハルフトスクエアについては、四半期ごとに機能のアップデートを行っています 現在ご覧いただいているのがハルフトスクエアのロードマップですロードマップのテーマは4つグローバル・ガバナンス・大規模開発・接続先拡大です上半期では枠で囲んでいる内容について対応をいたしました今最も注力しているのがグローバル対応ですグローバルで利用いただくための認証許可に対応し 10月5日に北米欧州における提供を開始いたしましたさらに11月下旬から12月上旬にかけてラスベガスで開催される AWS リーインベント2023に出展する予定です私たちはハルフトスクエアをグローバルで利用していただけるように今後も力を入れてまいります 事業シフトの2つ目はこちらのスライドになります。日清食品ホールディングス様はデータドリブン経営の基盤を構築するためハルフトスクエアを採用いいいただいています長野県様では洪水予測などの住民生活の向上を目指したデータ連携基盤にデータスパイダーサービスだとハルフトデータカタログを採用いただきました。 スクエアエニックス様の欧州拠点では、ソフトウェア統合管理とグローバル ERP 統一プラットフォーム以降のため、ハルフトインテグレートを採用いただきました。ここにあるのはほんの一例で、当社製品サービスは様々なシーンで活用が広がっています。また、製品サービスを一層活用いただくために、技術者コミュニティとして DMS キューブを運営しています。 ご覧の通り会員数も着実に増えてきています最後にハルフトアファイル転送ツール分野において20年連続国内市場シェア1位を獲得いたしました今後も多くのお客様に活用いただける製品として機能の向上に努めてまいります続いては技術シフトです私たちが取り組むべきテクノロジーを明確にするため この図の通り、3ホライズンを設定しています。ホライズン1は現在向き合っているテクノロジーです。ホライズン2は3年から5年で収益源になるような事業を創出するためのテクノロジーを研究するものです。さらには未来の競争力の確保につながるホライズン3も今後研究をしていく予定です。この中で現在は特にホライズン2の LMM。 大規模言語モデルに注力しています LLM の取り組みとしてまず我々の CTO や R&D を担当するテクノベーションセンターを中心に LLM 研究会を発足させていますこの研究会ではさまざまなテーマで議論がされていますがそこから生まれた新たなサービスを説明します。 そのサービスは、生成 AI をメッセージアプリ経由で利用いただけるエンタープライズ向け生成 AI 導入サービスです。生成 AI は多くの企業で導入を検討しておりますが、導入するための環境構築やルール整備、セキュリティ担保のための導入コストと期間に悩まされていると考えています。このような課題を解決し、 生成 AI をスピーディーかつ安全にご利用いただくためのサービスを市場に投入いたしましたまた私たちのエンジニア2名が AWS ジャパン主催の表彰プログラムに選出されるなど技術レベルの向上と発信力の強化にも取り組んでいますこちらのページは人材シフトになります人的資本への投資は当社の重要課題の一つであり 積極的な人材の育成と採用に取り組んでいます。まずはエンジニアのスキル強化に向けて、個人の業務に応じて細かくコースを定めました。ご覧の通り、そのコースの受講も着実に進んでいます。このほか、営業部門ではテクノロジーを学習するための e ラーニングコンテンツを提供しており、エンジニアだけでなく全社員のテクノロジースキルの育成に取り組んでいます。 また、採用活動については、上半期でキャリア採用、新卒採用ともに進展いたしました。右の写真は、新入社員研修と内定式の様子です。例えば、新入社員研修では数名でプロジェクトを組み、各チームが当社の製品サービスを活用して、社会にどのような価値を提供できるか、自ら考え提供するような取り組みを行っています。 こちらのスライドは、我々が年に1回開催する一大イベントの紹介です。例年のハルフトデイズというタイトルを改め、今年からハルフトテクノロジーデイズとして開催いたします。各業界から著名人を招き、DX やデータ活用の最前線を掴んでいただける内容になっています。私たちのことを一層知っていただく機会になると思いますので、ぜひこの機会をご活用いただけますと、 幸いです最後に通期の業績見込みについて説明いたしますこちらが2024年3月期通期業,業績予想です売上高は既存事業の一部縮小はあるもののデータ連携ビジネスが拡大することにより2023年3月期と同水準を予定しています営業利益はデータ連携ビジネス拡大のドライバーとなるハルフトスクエアに関わる費用等により 対前年で減益を予想していますなお、フィナンシャル IT サービス事業における情報処理サービスが当初予定を下回る見込みになったことに加えて流通 IT サービス事業における受注損失引当金の計上等により当初予想を下回る見込みでありますそのため、2023年10月31日付で通期の業績予想を修正いたしました 配当予想です。今回、業績予想の過方修正を行ったことで、DOE は十パーセントを超え、十点二パーセントとなりましたが、当社の財務状況を鑑みて、当初予想を維持しています。当第二四半期期末の配当は四十五円、期末の配当も四十五円、合計九十円を予定しています。配当方針、考え方等について変更はありません。 え、私からは以上になります。ご静聴ありがとうございました。